関野善次郎関野善次郎から1935年11月15日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員、富山市長。旧姓、神の、陽明、田三郎、旧名、彦兵衛。続席は、富山県平民。能登国鹿島郡や綿村で、豪農、神の太平次の渦落として生まれる。現時元年、富山東堤町のご福祉。 関の前衛門の養子となり、彦兵衛と改名。その後、家督を相続して前次郎と改名し、富山藩より町長人に任じられ、さらに五福物五用法、藩金融通所で転役を務めた。明治維新後は、古町、富山連合町会議員、同議長を務め、1882年、越中海新党の結成に参画し、1884年、山野清平と、 中越新聞を発刊するなど、富山県の改新統計の指導者として活動した。その他、富山市会議員、同議長、富山県会議員、同議長などを務め、1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に、富山県第1区から出馬して当選し、その後、第2回、第3回、第7回、第9回総選挙でも当選した。 1907年12月12日、富山市長に就任。不直線開通の促進、市内道路網の整備、近隣村との合併の促進、富山市市返産事業の着手などを進めた。市長在任中の1909年、日本政党を職事件で検挙され、同年5月7日、市長を辞任し、同年7月3日に、東京地方裁判所第2刑事部において、 十金庫三ヶ月、執行猶予三年の有罪判決が言い渡された。その後、1915年3月の第十二回総選挙に、県政会所属で、富山市選挙区から出馬して再選され、衆議院議員を通算六期務めた。実業界では、第百二十三国立銀行の設立に加わり、取締役に就任。その他、第十二国立銀行峠取り、 富山商業会議所回答、米国肥料取引処理事長、富山日報監査役、富山電気監査役、富山県農耕銀行監査役、中越鉄道取締役などを務めた。住所は富山市袋町。ありがとうございます。